ヘクター・ルイス・ロンドンは、ベネズエラのミランダ州、グアキレ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。愛称はロンリ。2006年にアマチュアフリーエージェントで、クリーブランド・インディアンスと契約して、プロ入り。2010年に、トミー・ジョン手術を受けた。シカゴ・カブスでの現役時代2012年オフの、ルール5ドラフトで、シカゴ・カブスから指名され、移籍した。 2013年4月3日のピッツバーグパイレーツ戦の6回に登板してメジャーデビュー。この年はルーキーながら45試合にリリーフ登板したが2勝1敗、防御率4.77、ホイップ1.41といまいちの成績だった。2014年は4月からクローザーとして起用される。最終的には64試合に登板して4勝4敗29セーブ。 防御率2.42、ホイップ1.06という高成績を残し、クローザーの役割を全うした。2015年も前年に引き続き、クローザーを任された。しかし、シーズン序盤にセーブ失敗が重なったため、一時はリリーフに配置転換された。また、球場のトイレに閉じ込められるアクシデントにも見舞われた。これらのようにいろいろとありながらも、 最終的には72試合に登板して6勝4敗、30セーブ、防御率1.72、ホイップ1.00という驚異的なピッチングを見せ、凄みを増した。2016年も前年に引き続き、クローザーを任されたが、シーズン途中に、アロルディス・チャップマンが加入してからは、セットアッパーに配置転換された。この年は三年連続五十試合以上となる十四試合に、 リリーフ当番して2勝3敗18セーブ、防御率3.53、ホイップ0.98という成績を記録した。防御率は大幅に上昇したが、特徴としては予し球率が大きく低下して、脱三振率が向上したため、K、BB は7.25に及んだ。2017年は、シーズン開幕前の2月8日に指名投手枠で第4回。 ワールドベースボールクラシックのベネズエラ代表に選出され3月14日に二次リーグから合流した。レギュラーシーズンでは61試合に登板したが、予視休率が前年の1.4から3.1へ大幅に悪化し、防御率も4.24と2年連続で悪化することになった。オフの12月1日にノンテンダー FA となった。2017年12月15日に ヒューストンアストロズと2年850万ドルで契約した。2019年オフの10月31日に FA となった。2020年1月8日にアリゾナダイヤモンドバックスと1年250万ドルで合意した。オフの10月28日に球団が延長オプションの放棄を発表したため FA となった。 2021年2月2日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んでスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが3月25日に自由契約となった。その後4月3日にボストン・レッドソックスとマイナー契約を結んだが27日に現役引退が発表された。ありがとうございます。